で皆さんにはせっかく出会ったからやっぱ毎日ワクワクして仕事をしてほしいなと思ってますので、まず社会の楽しさすごく知ってるし楽しんで社会人をしています。新時代の経営者、山下誠二。4月某日、この日、山下が新幹線で向かった先は愛知県豊橋市。山下さん、豊橋まで来ました。はい、今日は豊橋で何をする予定ですか？今日は新人研修ですね。新人研修？はい。山下さんが新人研修されるんですか？はい、そうです。新人研修は毎月自分でやってますから。何名ぐらい参加されるんですか？今日は15名ですかね。新人は5名入社したんですけれども、せっかくなんで先輩たちも一緒に話を聞きたいということで。あ、そうですね。はい。今日はちなみにどんなことをお話しされるとか決まってるんですか？社会人の心得というか、スタートの心得ですね。はい。4月に入社したスタッフへ新人研修をするため豊橋までやってきた。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、綺麗なお店ですね。はい、もう17年やってるんですよ。そんな長いんですか？はい。それオープンの時は山下さんが携わってた感じですか？あ、そうです。もう何ヶ月か住んでましたよ。あ、豊橋ですか？はい。そうなんです。店長の鈴木です。鈴木さんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。今日鈴木さんから依頼受けてっていう形ですよね。新卒が今年5人入りまして、今山下をなんか一度お話をしていただきたいなと思って来ました。お疲れ様です。お疲れ様です。本日山下オーナーに来ていただいて新人研修をしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山下です。よろしくお願いします。私今46歳なんですけれども、タイムスリップして20歳まで戻れるとしたら、20歳の山下にこれを伝えたいなってことはたくさんあってですね、今までのこの46歳までの経験の中、たくさんの失敗と少しの成功を繰り返してきたので、そんな中この失敗はあえてした方がいいなとか、この失敗は何度も必要なかったなっていうのもありますし、そういうことを踏まえて今自分が46歳だけれども20歳まで戻れるとしたらこれを自分自身に教えたいなっていうこと、これたくさんあるんです。でその話を行く前に、まずスライドの一つ目なんですけれども、この幸せになるためにというところがあるんですが、人間は何のために生きてるんだっていうところから話をしていきますと、人間は何のために生きてるかといったら幸せになるために生きているっていうのが重要なんですよね。何のために生きてるんですか？幸せになるためなんですよ。じゃあその幸せって何って言った時に、ここに4つ書きましたが、一つは健康、もう一つは時間、もう一つはお金、もう一つは良好な人間関係、これどれか一つ欠けてもですね、幸せとは言えないんです。ここで言いたいことはですね、何かというと、この4つを全部手に入れていくために何を今使わなきゃいけないか、何を使えるかといったら時間なんですね。この健康、時間、お金、良好な人間関係というのはいっぺんには手に入らないですし、同時には上がっていかないんです。まず皆さんが今やるべきことは、今持ってるもの、時間を使って他のものを蓄えていくということですね。皆さんに使えるものは時間しかないんですよと。20代で汗を流さなければ、40代で涙を流す、30代で知恵を出さなければ50代で部下がいなくなる、40代で人脈がなければ60代で仕事がなくなる、50代で人望がなければ70代で孤独になる、60代で希望がなければ80代で後悔する、
70代で夢があれば90代で歴史に残るというふうに書きましたが、私もいろんな先輩ですとか同期の仲間を見てきて本当にこの通りだなと思います。皆さんに今身近な問題というのは、20代で汗を流さなければ40代で涙を流す、ここですね。今ここで汗を流すっていうことがすごく重要なんですよ。社会っていうのは楽しいんですよ。今まで皆さん学生だったじゃないですか。社会に出て何が違うのっていろいろあるんですが、学生の時は足し算でしたよね。社会に出たら掛け算なんですよ。これは楽しいですよ。いくら皆さんが学生の時頑張っても2年生が急に4年生になるってことはないですよね。飛び級はないじゃないですか。社会はあるんですよ、飛び級が。そういうのが圧倒的に違うなと思いました。まず私から皆さんに伝えたいことは、精一杯生きようというところです。はい、人生1回しかないわけだから精一杯やった方がいいです。私はこう機会に恵まれなかったっていうふうに言ってる人ってたくさん知ってるんですよ。自分で自分に言い訳をして納得してる人ですが、その人の周りって今までそういうチャンスっていっぱいあったんですね。だからこう精一杯やった方がいいですね。あと2つ目、礼儀正しさに勝る攻撃力はない。偉大な人ほどマナーを知ってるんですよね。礼儀正しさの兄弟分である誠実、これは困ることに戦ってるうちに礼儀正しさとか誠実とかそういうことを忘れてしまうんです。人間って年が経てば経つほど、皆さんの礼儀正しさと誠実さっていうのは武器になりますから、早く失敗して早く改善しよう。とにかく早く失敗してそれを改善していった方がいいです。成功するには失敗するしかないんです。失敗するためには何をしたらいいか、行動するしかないんです。なんで行動することによって失敗できるわけですよね。早く行動すれば早く壁に当たることができるんです。だから早く課題を発見することができるんですよね。三流の人は失敗を恐れるんですよ。何かミスをした時にそれを隠すです。でも超一流の人っていうのは失敗してもそれを笑いのネタにするぐらい、このぐらいの差があります。だからどんどん失敗をして早く多くの教訓を得てほしいですね。失敗からしか学べませんから。中身がないうちは外見で勝負しよう。これも最初のうちはすごく重要でして、皆さんの第一印象って3秒で決まるんですよ。外見は 60%、 声は 30%、 中身は 10% なんですよ。外見で60、声で30ということはもうこの時点で 90% ですからね。ここを強化した方がいいですね。皆さんが話している内容っていうのは実は 10% しか影響してないんです。こういう現実があるので、いや私は中身がないからっていうことで心配かもしれませんが、外見と声、ここをしっかりやっていくことによってお客様にも安心してくださいますし、皆さんももう美容学校で2年も勉強してきているはずですので、それは自信を持って伝えていった方がいいですね。雑用係のプロを目指そう。仕事には基本的には雑用はないんですけれども、皆さんがなんとなくふわっと浮かべる雑用があるとしたら、こう考えてください。誰がやっても同じ結果になる雑用ってないんです。この床を掃除するのも、ホコリを払うのも、カラー剤を準備するにも、その仕事は誰がやっても同じにならないんです。そこに自分の工夫をして付加価値をつけていくという練習をした方がいいですね。そういうふうにやると仕事が楽しいです。雑用係のプロを目指す、これも最初の1年目にしかなかなかできないことなんですよね。能力がある人、努力してる人には勝てないですよね。能力ある人でも、でも努力してる人でも好きな人には勝てないんですよ。朝の技術トレーニングとかもしてますよね。その時にこれを覚えておいてください。皆さんよりももしかしたら手先が器用で能力がある人いるかもしれません。いたとしても努力してる人には勝てません。1日10分でも毎日継続できる人、こういう人には勝てない。その人よりももっとすごい人っていうのは好きな人ですね。努力してる人は好きな人には勝てませんから、
美容が好きだ、練習するのが好きだって人には勝てないです。それすらを上回る人っていうのはどういう人かって言ったら夢中な人です。ここの領域の人は無敵ですね。1日10分の継続、何があっても続けるんだっていうことをやっていればいつの間にか夢中の領域に入ってますから、続けることって重要ですね。やり続けること。明日技術の練習をしようと思ったらその1日10分でできるようなことを何があっても毎日続ける、こういうことって重要ですね。人間って強い生き物ではないから毎日言い訳が出るんですよね。あ、今日は具合が悪いからとか、今日は先輩にこんなこと言われたからとか、今日はあんま気分が良くないから、だから今日は練習をやめておこうって人間ってなるんですよ。そうじゃなくて10分やるって決めたら何があっても10分やる人、こういう人は成功しますね。それをひたすら毎日続けていくっていうことがやってるうちに、先ほどの能力は努力してる人に勝てない、で努力してるうちに好きになりますから、好きになっていつの間にか夢中になってるっていう領域になるので、ぜひ試してほしいですね。最初からいや仕事が楽しくてたまんないわっていう状況にはなかなかなれないと思います。今こう日本人の統計では社会に出るじゃないですか。で社会人全員の統計というのは20人中1人が毎日ワクワクして仕事があるしっていうデータがあります。ってことは19人はいやいや仕事してるっていうのがこの世の中の現実なんです。で皆さんにはせっかく出会ったからやっぱ毎日ワクワクして仕事をしてほしいなと思ってますので、社会って楽しいんだよ、足し算じゃないんだよ、掛け算なんだよ、頑張れば飛び級ありなんだよって話をしてる。私社会の楽しさすごく知ってるし、楽しんで社会人をしています。お客様と対応してるじゃないですか。楽しいですよ。だって自分が覚えた技術でお客様がヘアカットとかヘアカラーするじゃないですか。そしたらお客様喜んでくれるんですよ。ありがとねって言ってもらえる場合もあるんですよ。このお客様に感謝されたっていう時はすごく嬉しいですね。お客様に喜んでいただく、それが見えた時自分がすごく楽しくなります。我々のお仕事っていうのは相手に喜んでいただいたらそれがそのまま跳ね返ってきますから、その瞬間はすごく楽しいですね。